不願運河2008年3月10日、撮影富山港に流れ込む不願運河。奥は、神通川である。富山港展望台から撮影。不願運河は、神通川下流の東岸に沿って位置し、富山湾の岩瀬港から、富山市、港入船町までをつなぐ運河である。富山県道30号富山港線や富山地方、鉄道富山港線とほぼ平行に流れている。 富山市中心部、富山駅北側の港入船町にある、富岸運河甘水公園から流れ始め、中島公門までは、工場や住宅地の間を流れる。中島公門を過ぎると、住宅地や、工場や、木材などの資材置き場、日本海ガスのガス貯蔵庫などがあり、途中で、住友運河と交流する。萩浦小橋を過ぎると、運河には、工場、左岸は、 神通川の堤防が続く。富山港付近になると、港湾関係の施設が続き、富山港に流れ出る。江戸時代、現在の富山港には、他の地方からの船舶が多く停泊していて、岩瀬地区では、古くから商業が盛んであった。しかし、岩瀬地区から富山城のある富山市中心部までは遠くて不便であった。さらに、明治時代に入ると、資材の運搬が、 坂になり、岩瀬地区と富山市中心部を結ぶ水運が不可欠となった。1928年、当時内務省の儀士であった赤市寛一が立案した計画をもとに、富山の都市計画事業が決定する。赤市が立案した計画は、当時はバラバラに整備するのが一般的だった。運が区画整理、街路や公園の整備を同時に行う画期的な計画だった。 この計画に当時の内務省幹部は日本初の試みだと称賛した。1930年に工事は着工した。この工事ではエキスカベーターという掘削機が使用されていた。そして1934年に整備は完成した。この工事で削り取られた130万立方メートルの土砂は富山市市街地で曲がっていた神通川の 長谷越工事による廃河地の埋め立て工事と富山湖を集築工事に利用された。戦前は木材や貨物などを運ぶために付設された普岸鉄道や安い電力、広い工業用地などで流域には多くの工場が建設された。これによって富山の工業は発達した。しかし戦後は電力料金の高騰や上流の水質悪化、住宅地建設などで 立地環境が低下した。そのため流域の工業は衰退した。また、木材置き場になりつつあって、本来の役割を果たしていなかった。県は1979年に運河を埋め立てて、富山市中心部と国道8号をつなぐ幅25メートルの道路を建設する計画を発表した。しかし県は1984年に、むしろこれを生かして、 運河を中心とした町づくりを目指すため残すことを発表した。そして、1988年、富山駅北地区の新都市拠点整備事業、富山都市未来計画が始まり、富山運河関水公園の工事が始まった。1997年、富山運河関水公園が開園。市民の憩いの場となっている。2007年3月22日、 富が運河ん水公園内に小運河と人工島、愛の島が開園した。また、富が運河ん水公園から中島公門館の脇には遊歩道や休憩所が整備され、かつてのゴミ捨て場から市民の憩いの場所へと変わった。4月から11月にかけて運河には遊覧船が就航している。中島公門は町公園。前の道路は県道30号ソーラー線。 フガンフガン運河を船で使用される船は環境に考慮し太陽光を利用するソーラー船、空と2015年3月26日に就航したソーラー船、フガンバッテリーとモーターで動く電気ボートのモミジ2019年3月23日に就航したソーラー船、関水の4隻が使用される運航コースも何種類かあり、肛門操作室の見学と 乗船したまま水位2.5メートルの水上エレベーターといわれる高低差を実際に体験できる中島高門を通過するコースや片道に富山ライトレールを併用し帰り水公園と岩瀬地区を往復するコースなどがある。また平日の臨時運行や団体予約向けの運行のほかお花見時期の特別運行などが行われ観光スポットの一つとなっている。2007年6月から 富山市が富山観光遊覧船株式会社に委託して、松川にある遊覧船を利用して、富岸運河チャータークルーズの運行を開始。富岸運河中島公門ワクワククルーズ、富岸運河ディナークルーズの2種類のコースがあり、原則乗船日の3日前までに予約制で、料金全能制であった。その後2009年7月より、富ン水上ラインとして定期運行を開始した。 また平日の定期運行は2015年より運行された。2017年の初運行日である2017年3月25日に乗船客が20万人を超えた。富段運河では流域に工場が建設されたことによって高度経済成長期までは運河に工場の排水がそのまま流されていた。そのため上流ではヘドロが堆積し船での航行ができなくなった。 水質調査を行うと、ダイオキシンの濃度が環境基準を大幅に超えていた。また、流域の井戸の水質も悪化し、飲んではいけない基準を超えていた。これを受けて、富山市はヘドロの除去やゴミ拾いなどを行い、水質を改善させようとした。市が行った平成18年度の水質調査によると、下流の千原先では、浮遊物質が3ラム l 溶存酸素が 8mgL、75%生物化学的酸素、要求量が 1.0mgL と環境省の環境基準では良い方である。しかし、上流の方はこれより水質が悪く、県が行った平成18年度のダイオキシン類、環境調査による土地原先でのダイオキシン濃度は1.1ピコグラム TEQL で依然環境基準の1.0ピコグラム。 tq, l を超えている。富山県は委員会を設置し、提出汚染対策広報やその費用負担について検討している。萩浦小橋から撮影した不岸運河岩瀬港から富山駅方面へ岩瀬運河、富山ライトレールと立山連邦を背景に撮影。以上の他にも直接流入しているわけではないが岩瀬運河が岩瀬港に流入している。 中ほどに言わせかなる快感があり、マリーナ施設もあるため釣り用の船舶が多く、停泊している。ABC を蘇ったフガン運河フガン運河の建設と利用の歴史 AB 一石三鳥を狙った、フガン運河、新定フガン集と山、フガン水上ライン北日本新聞2015年3月27日に十面フガン運河チャータークルーズ、フガン水上ライン運河クルーズ3.27フガン、 デビュー、北日本新聞2015年3月26日27面、不岩水上ライン、出港今期初日総乗船20万人達成、北日本新聞2017年3月26日27面、平成18年度富山市水質汚濁についての、統計生活環境の保全に関する環境基準、富山県の大沖新類環境調査。ありがとうございます。